は？あなた何してるの？TikTok の流行を真似してるだけよ、ママ。うん。うん。ママのアロエの鉢植え、TikTok だとそれが最高のフェイスマスクになるらしい。撮影しようと。お気に入りの植物よ、触らないで。100万いいねは無理かも。おっと、失敗。ララ、私のテーブルクロスがもううんざりよ。いつもスマホで遊んでるか、物を壊してるか。ん？聞いてるの？わかったわ、ネット禁止よ。バイバイ、Wi-Fi。嘘でしょ、ママ。インターネットなしで何したらいいの？お腹が空いたわ。何食べようかな。そうだな、卵。まずい。ブロッコリー。いや、健康食品。気持ち悪い。おやつの緊急事態だわ。あ、そうだ、棚にクッキーがあった。ピカオ。でもない、空っぽだわ。ティッシュをどうぞ。ありがとう。って誰？はい。出てって。彼女はどこ行ったの？見つけてやる。キッチンゴースト、私から隠れることできないわよ。で、誰探せばいいの？キッチンゴースト、どこにいるって？誰もいないよ。いつも通りね。ママ、すぐ来て。世界から切り離されてる。やり直せるかな。いや、パイパーよ。あなたの親友。新しい親友ができたわ。わあ、いい部屋だね。この音は何だろう。お腹が食べ物を求めてる。どうしたらいいか知ってるよ。ほら、料理の本。見てみよう。何を作ろうか。アップルパイはどう？うん、キッチンへレッツゴー。料理したことある？私もないけど、材料が必要ね。卵を4つあったよ。3つになった。3つなら大丈夫。行こう。小麦粉は雪みたい。そうね。怖いわ。気楽に飲もう。私がついてるわ。うん。砂糖。は？キッチンバトルが始まった。今オーブンに入ったわ。おお、なんてこと。ここは掃除が必要ね。さあララ、着替えても損はないでしょ。掃除しよう。
腕にはめて。ここに書くよ。これで袖がバッチリ。果たしてかっこいい。離して。ああ、私の愛しの人。ラーラとスティーブが木に座ってる。キスしてる。愛してるスティーブ。スージーを愛してるよ。ちょっとラーラ、私はスティーブじゃないわ。泣かないで。大学で一番可愛い女の子に変身させるわよ。ほら、お化粧したら最高よ。やだ、シミだらけ。ファンデーションで悪化しただけ。彼は私なんか好きにならないわ。彼女はどこ？もう一分？緑色の下地が必要ね。ああ、悪夢だわ。見つけた。緑が多すぎね。見て、これよ。呪文の本。これから最高の美容液を作るんだ。ニオンスの嫉妬の涙。死んだゴキブリ3匹。アフロディーテの森の苔。乾燥した魔法の樹皮。雲のぬいぐるみ。愛と希望のエキスも加えて。何かが足りない。そうだ、秘密の成分。ハギバギだ。可愛すぎて怖いくらいになるよ。おお、彼女だ。私の親友に触らないで。マミー・ロングレックス。はい、問題発生。私の親友ララに美容の助けが必要なの。私がやってあげるわ。美を作りましょう。任せるわ。リラックスしてベイビーガール。何をそんなに時間かかってるの。あら、やっとね。それでうまくいった。ええ、超感謝してるわ。お化粧ポーチを忘れるところだった。またね、マミー。どう、ラーラ。ゴージャスね。わあ、なんて笑顔。どうしたの。ちょっと待って。うん、嘘、歯が。さあ、大至急ホワイトニングが必要。さあ、大至急ホワイトニングが必要よ。他に何があるかな。おっと、これは何だろう。アイロン。そうね、アイロンしよう。コンセントを挿して。あなたの笑顔眩しいわ。アイロンがけなんて一番つまらない。休みたいよ。何があるかな。そうだ、頭皮マッサージだ。あー、気持ちいい。あー、満足。アイロンが。あらら、痛い。なんてこったい。ララ。いたいた、なんなのよ。どうしてこんな散らかし方ができるの。片付けて。いいわよ。わあ、ララ。よくやった。ピカピカよ。誇らしいわ。ちょっと待てよ。クローゼットの中に何を隠してるの。おっと、ララ。おっとと。あー、暇だな。どうしよう。ねえ、パイパー。その箱には何が入ってるの。もうすぐわかるわ。屋根裏で見つけたの。おっと、ほこりがいっぱいだね。中には何が。わあ、古いポーラノイドだ。すごい。それに一番下には古いドレスだ。ドレスアップして写真撮影をしよう。ドレスを着るとお姫様みたいになるわね。そして私はさらに小さなお姫様のように見える。あなたは何をやっても可愛いわ。写真を撮りに行こう。アヒル顔、笑って。おい、パイパー、さあ、しけた顔しないで。決まり、私はモデルのお姫様よ。さあ、パイパー、あなたの番よ。意地を張らないで。
は私の親友よ。シャンデリアから離れてママに殺されるわ。落ちないで。パイパーはベッドの上だわ。よかった。わあ、超綺麗だわ。ああ、ママが帰ってきた。紹介するよ。私の親友パイパーよ。パイパー、どこに行ったのかしら。ルーターを返すわ。一日中電話してるなんて嫌よ。散歩の方がいい。ああ、それ私の昔のポラロイド。え、信じられない。パイパーだわ。彼女は私の妄想の友達でもあったのよ。これってすごくない？パーティー楽しい。楽しいね。キャンディー帰らなきゃ。ママが待ってるの。大丈夫よ。あなたを養子にしたから。私たちずっともよ。朝まで踊ろう。メイベル、すごいパーティーのチケットあるよ。わー、手に入ったの？もうすぐ試験だから、しっかり勉強しなさい。掃除なんていいわよ。踊りに行きましょう。メイベル、埃一つ残してはいけませんよ。ひどすぎるわ。親友を助けるためにキャンディーはちょっとした計画を立てました。お金は用意したの？まずメイベルが先を。こっちへ来なさい。彼女よ。全額揃ってるわ。足りないわね。虎柄のハト。取引成立よ。サインして。よし、成立。やった、これで親子になったのよ。最近の若い子は。これはどうかな。ダメ。こっちはどうかな。平凡すぎる。そばで見てるのって面白い。ダメダメ、着ていくものがないわ。埋もれちゃうわ。助けて。あと少しだ。できた。地下鉄のマップができたぞ。これで駅を間違えなくて済むわ。お宅の娘さんじゃないか。そうね。メイベルは私の娘よ。どうぞ。よろしくね。はいよ。ここにメイベルってタトゥー入れて。任せとけ、簡単さ。すぐ終わるから目を閉じて。見ちゃダメよ。できた。何これ、気に入ったかい。いい出来だろう。メイベル、私も愛してるわ。あ、耳にもう一個ピアスを開けてくれる？お安いご用さ。ちょうどこいつがある。できたぞ。似合ってるよ。ありがとう。じゃね。じゃな。なんだあんたか。 GPS のピアスがうまくいってるわね。どこに行ってもすぐにわかるわ。娘を取り返してみせるわ。おはよう。もう学校に行く時間なのに。朝ごはんは？キャンディーはまだ寝てるし、シリアルでも作るしかないか。コーンフレーク、ミルク、
おいしい。仕方ない。またコーンフレーク、うん、ママの朝ごはん食べたいな。おっと、全部食べちゃった。ミルクもないわ、キャンディー。パーティー最高だった。食べる？うん、一番おいしいところ、マシュマロ。超おいしい。私いい母親ね。全部メイベルにやってもらおう。なにこれ。パーティーに行くから色ごとに分けて。しょうがない。やっと全部終わったわ。私もパーティーに行こうっと。じゃあ次はメイクを整理して。頭でかかりそう、たくさんある。頑張ろう。手が養子になりましたって書きなさい。ママ、やっほー、愛してるわ。メイベル、起きて。夢だったのね。大丈夫よ、ただの夢だから、心配しないで。超面白かったわよ。あ、電話。終わりちゃった。どうしよう。メイベルが電話持ってたわ。使えばいいわ。ヤッホー。ヤッホー。学校はどう？別に。テストの成績見せてくれる？まあいいけど。ほら。何？F、ひどいわね。これは罰よ。電話は没収。勉強しなさい。自分も勉強すれば。キャンディの電話壊れてる。そういうこと。やった。もしもし？信じられないことが起こったのよ。これ最後の枕。もっといるの。ママ、やった。何のよ。メイベルを返してもらうわよ。契約書もいらないわ。お金も返すわよ。虎柄の鳩は？計画通り。ねえメイベル、この動画もう見た？見てないわ。私もその本読んでるの。あなたは誰が好き？あっちに行ってよ。わあ、マーベルの編み込みすごい。私も似合うかな。マジでうんざり。ママ、帰ろう。ママは私の親友なの。何の音？誰だろう？メイベル？何をしてるの？何のことかしら。
本当は何をしてたの？実はパーティーを。目を離すとすぐこうなんだかな。あら、口紅がないわ。メイクのバッグも。メイベル勝手に使ってるのね。はあ、ママみたいに綺麗になりたいなもん。じゃあ、おしゃれにしてあげるわ。ダメ、ダメね。これがぴったりね。わー、ありがとう、ママ。